我が妻の能力によってな。過去の人物に記憶を継承させることなのじゃ。つまりタイムスリップ、いやタイムリープってやつか。でもちょっと待てよ、タイムパラドックスが生じるんじゃないのか。ここって単純な剣と魔法の世界じゃなかったのかよ。